ノイシュタットは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、マールブルクビーデンコップフ軍に属す小都市である。ノイシュタットは、マールブルクビーデンコップフ軍の東端、ミッテルヘッセン山地に属すオーバーヘッシシェシュベルに一致している。本市は、シュバルム川支流のビーラ川に面しており、従って、マールブルクビーデンコップフ軍で、唯一のベーザー川水系に属す町である。 本郡の田主町村はいずれも、ラーン川及びその支流であるオウム川の流域に、含まれ、ライン川水系に属している。ノイシュタット市内を連邦道 B454 号線、及びマインベーザー鉄道が通っている。ノイシュタット駅は、ラインマイン交通連盟に属す駅である。ノイシュタットと西に隣接するシュタットアレンドルーフとの間にラインベーザー分水会があり、連邦道沿いに標石があり、 鉄道沿いには監視所がある。ノイシュタットは、北はギルザーベルク、東はシュバルムシュタット及びビリングスハウゼン、南東はアントリフトタール、南はキルトルフ、西はシュタットアレンドルフと境を接する。本市には中核市区であるノイシュタットの他にメングスベルク、モンベルクのシュペックスビンケルの市区が属している。デルンベルク城の移行。現在は、 公民館として利用されている。ノイスタットは、おそらく、1250年頃に、ツイゲンハイン家出身のニッハ博によって建設された。1270年から1271年に、ニッハ博ルートビヒ2世が城を築いたが、早くも1273年には、ヘッセンホ博ハ,ハインリヒ1世によって破壊された。ルート美ヒ博の息子で、後継者のエンゲルベルト1世は、 ノイシュタットの城、都市、アムトを、マインツ大主教に売却した。ノイシュタットはこれにより、ヘッセンハク領及び、追ハインハク領の中に位置する、マインツ大主教領の飛び地となった。マインツの教団フェーでの間、1464年に、ノイシュタットは、オーバーヘッセンハインリヒ三世に、七入れされたが、町は初めハクの入場を拒み、法医戦の末に開場した。 砲白の家臣であるハンスフォン・デルンベルクの尽力により成立したザイルスハイムの和訳によりノイシュタットはオーバーヘッセン砲白領となった。砲白はこの町を1477年にハンスフォン・デルンベルクに七位れした。ハンスフォン・デルンベルクは古い城の基礎の上にデルンベルク城を建設した。オーバーヘッセン砲白ビルヘルム二世が狩りの際に致命的な事故に遭った後、 オーバーヘッセンとニーダーヘッセンは統合された。ニーダーヘッセン砲白ビルヘルム2世に憎まれた。デルンベルクは1505年にフリートベルクに流され、翌1506年にその地で76歳で亡くなった。老いが医療を相続した。デルンベルク家によるノイシュタットの統治は、マインツ大司教が借金を完済したことで、1549年に終結した。 1802年から1803年に帝国代表社会議主要決議に伴って、この町は、ヘッセンカッセル法白領となり、マインツ大司教の飛び地であった他の町、フリッツラー、アメーネベルク、ナウムブルクと共に、フリッツラー公領として、名目上統合された。1803年から1813年まで、この町は、ヘッセンカッセル型白領を全域と共に、 ナポレオンの属国であるベストファーレン王国領となり、ノイシュタットを合理の首優となった。1866年までノイシュタットは、ヘッセンカッセル砲白領に服したが、その後はプロイセン領となった。ノイシュタット近郊には、13世紀に建造されたトルーゲルローデ城司とネレンブルク城司が残されている。ノイシュタットの市議会は25奇跡からなる。ノイシュタット市長は、 2007年からトーマスグロルが務めている。ノイシュタットは6カ国36自治体からなる国際的な作業共同体ノイシュタットインヨーロッパに加盟している。ユンカーハンゼこの町には世界最大の木組建築であるユンカーハンゼがある。この塔は1270年建造の古い城の後に1480年に城塞建築家、 ハンス・ヤー・コプ・ホン・エト・リンゲンによって建設された城の移行である。塔はベルク・フリートとして計画されたが、住居塔に変更された。名前は、ヘッセン・ホーハクから霊園としてこの城を与えられていた、ヘッセンの家臣ハンス・フォン・デルンベルクにちなんで付けられた。これに隣接して、ハンス・フォン・デルンベルクのために建てられた、デルンベルク城がある。ノイシュタットには、 ヘッセン州立文書館のヘッセン戸籍資料館がある。ありがとうございます。